おはようございます。12月14日の木曜日、溝口駅長の朝ライブです。今朝はまあまあ、ちょっと冷えるかな。えー、っと、最低気温が4度って言ってましたね、えー、茨城市は。日中は16度まで上がるそうなんで、まあ、まずまず暖かい一日にはなりそうなんですけれども、やっぱり寒暖差大きいですね。 えーで、なんか週末はまたぐっと冷え込むという予想だそうです。うん、はいね、体が結構答えますね。こういう,う急激なね、気温変化は。うん、えっと、いつもありがとうございます。今井さん、おはようございます。えっ、ー、と、万博鉄道祭りで購入した耕若鉄道、機動車の動力化を始めてます。<laughs> ね、えー、買ったら <laughs> ね、いろいろとやることは多いですね。 また、運転会の時に見せてください。森さんどうもおはようございます。赤堀さんどうもおはようさん。中谷さんどうもおはようございます。ありがとうございます。はい、えー、っと、ま、ご覧になっている方、ぜひコメントよろしくお願いします。それでは始めてまいりましょう。鉄道趣味で人生を豊かに、溝口駅長の朝ライブです。 えー、今日はですね、ちょっといつもと <laughs> 変わったネタといいますか、ケーブルカーを取り上げたいと思います。えー、と先日ニュースを見ておりましたら、六甲ケーブルが、えー、上下分離方式を導入するというようなニュースが出ておりまして、<laughs> まあ現在、六甲山観光という会社が運行ね、まあ、設備から運行までになっているんですけれども、設備に関しては阪神電車が。 えーまあ、担うとで、えー、六甲観光は、えー、運航だけをね、えー、運航の方に専念するということで、まあ、今後の、ね、持続性を考えてということで、そういう決定をなされたそうでね、まあ、早め早めに手を打たれているっていうのはね、懸、ま、命、あ、あと言いますか、大事なことだなと思います。まあ、先日はね、妙見さんのね、妙見の森ケーブルが廃止になってしまいました。 まあ、いろいろ手を打たれてたとは思うんですけれども、まあ、やっぱり、いい事業的に厳しいということでね、配信になってしまいましたので、まあ、できることは早め早めにね、手を打たれるのはいいことだなというふうに感じました。で、まあ、改めてですね、まあ、妙見の森のケーブルもありましたし、その六甲山ケーブルもありますしということで、えー、っと、関西のケーブルカーってどれくらいあるのかなってね、ちょっと、あの、改めてね、調べてみたんですけれども、皆さん、パッと思い浮かびますかね。 まあ、鉄道ファン、えー、乗りつぶし派の方でね、ケーブルカーも含めてるという方はわかると思います。まあ、あと、まあ、登山とかハイキングとかね、まあ、そういうので山登りよく行かれるという方も、まあ、あのすぐね、検討つくかもしれませんがね、まあ、ケーブルカーとかロープウェイも含めてわ、えー、かると思うんですが、まあ、一般の方ってなかなかね、 ケーブルカーまで、どこにどんなケーブルカーがあるかって知らないと思うんですが、ちょっとね、関西のケーブルカー、まあ、名前だけパッとね、言っていきたいと思うんですけれども、まず、まずは滋賀県。滋賀県ケーブルカー、何箇所あると思いますか、まあえー、と答え言っちゃうと一箇所だけなんですけれども、まあえー、わかる方はすぐわかると思いますが。えー、っと、まあえー、比叡山に登る坂本ケーブルというのがございますね。日本一長いケーブルカーと言われております。 はいその1箇所だけでございます。えー、お次は京都。京都府、えー。何箇所あるでしょうか。えー、っと、結構あるあ結構ありますな、はい。4箇所かな。はい 1, 1つはまあ先日私もね、あの初詣の時に使ってましたと言ってる、あの男山ケーブル、ね。岩清水八幡宮のね3系路線と言っていいでしょう。 男山ケーブルってのがありますね。えっ、ー、と、京都の八幡市にあります。あとは、京都市内からほど近いところに2つございます。まず1つは、こちらも比叡山に登るね、英、まあ、山ケーブルっていうのがありますね。京福が運行している英山ケーブルかございますね。あと、ロブウェイも使うと比叡山に登れますね。で、もう1か所が、鞍、え、馬、ー、鞍馬寺のところにありますね。 あの日本で唯一お寺が運営しているというケーブルカ化、ね、がございます。あと最後もう一つがですね、えー、京都の北部、えー、天の橋立てですね。にも、えー、っと、笠松ケーブルですかっていうのがありますね。えー、っと、京都はこの4か所だと思います。あの、もし漏れがあったらコメントしてくださいね。はい。で、えー、次は大阪府。 大阪府はですね、えー、っと、こちらは、市議山ですね。西市議ケーブルってのがございます、ね。あ、違うわ。えー、っと、高野山ですから、高野山じゃないわ。市議山のね、ケーブルカーがございますね。西市議は、あの、奈良県の方ですね。はい。えー、っと、大阪府でいうとそこだけかな。うん。えー、っと、近鉄のね、えーまあ、近鉄電車から乗り継いで。 ケーブルカーでね、市議さんに上がるっていうのがありますね。で、長良県側が西市議ケーブル、あ、西,あ西市議じゃないわ。えっ、ー、と、だからかつて、えー、と、奈良県はね、東市議ケーブルって言ったのかながありましたね。はい。えっ、ー、と、西側が大阪で東側が奈良県ですね。はい。えー、もうごちらになっております。えっ、ー、と、奈良は、あ,あともう一箇所ね、こちらも近鉄の運営で、えー、生駒ケーブルありますね。三条ケーブルがございます。二つの ケーブルカーを乗り継いでね、登っていくっていうのがありますね。はい、あの、ブルトミケというね、あの、まあ、なかなかぶっ飛んだデザインのケーブルカーが走っておりますが、あれ、まだ変わってないですよね。あと、山上に登る方はなんかケーキみたいなデザインのケーブルカーが走っておりましたが、はい、いつまで走るんでしょうか。はい、あとは、えー、っと、和歌山県ですか。で、和歌山県が高野山。 ですねえー、南海高野線の終点、極楽橋から三条高野山に登る高野山ケーブルというのがありますね、はいえーと。私がざっと調べた感じでは以上なんですけれどもね。であとは兵庫県、兵庫県がまあ六甲山に登る2つのケーブルカーがあります。1つが先ほど、ね、上下分離方式に移行するって言ったね六甲ケーブルで。あともう1個がマヤケーブルが2、ね、本ありますね。 山上でね、バスでつながってるんで、6、ま、個、あ、ケーブルで登ってや、マヤケーブルで降りるとか、まあ、そういう行き方も可能です。はい。ということでね、数えてみると、私がざっと調べただけでも、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10本、ね。関西だけでも10本もケーブルカーがあるんですね。はい。えーまあなかなかこういうのもね、タズに歩くのも面白いかもしれません。まあ、ケーブルカーってね、 まあ鉄道とあの連絡してるところもあれば、もう全くね、あ飛び地みたいに離れてる、まあ、最寄り駅からバスかなんかに乗り継いでいかないといけないとかいうところもあるんで、なかなか行くのが大変です。まあ、乗りつぶしにケーブルカーを含めてる人は大変です、私もそうでしたけれども。<laughs> えーと、こんなところにあるんかと <laughs>。もうね、えー、駅からバスとかね、まあまあ、バスあってもね、 本数が極端に少ないとかいうところもあったりしまして、行くのが大変です。まあ、あの、近場であればね、もうあのマイカーで行っちゃうとかいうあの手段も使えますけれども。はい。えーまあ、ちょっと冬のシーズンはなかなか行きにくいですけれども、またね、暖かい季節がやってきたら、えー、ハイキングなんかを兼ねて乗りに行くのもいいんじゃないでしょうかね。まあ、他のケーブルカーとか経営状況どうなんでしょうかね。 うーん、まあまあ、外国人がここまで乗りに来るかなわ <laughs> かりませんけれども。はい、えー、まあぜひぜひね、あの、ケーブルカーも忘れずに、あの、乗ってあげてください。グッズとかも買ってください。はい、ということで今日はケーブルカーのご紹介でした。えー、と、コメントたくさんありがとうございます。あ、コーさんどうもおはようございます。ならば晴れ、ということで。 えー、関西は今日はいいお天気でしょうかね。奥さんおはようございます。高橋さんいつもありがとうございます。あ、田内さんもどうもありがとうございます。にっこり。えー、っと、赤堀さん、八尾市民としては市議さんのケーブルかということで、西市議ケーブルですね。優がさんもいつもありがとうございます。伊藤さん。 えー、今朝5時に起きてしまったので、昨夜の乗り鉄ライブのアーカイブを見てました。ありがとうございます。えー、っと、来年5月以降予定の海外乗り鉄に参加表明したいです。3月末で2度目の定年退職しますので、と。あ、そういうことになるんですね。はい、もうね、あの、フリーの身になったら、もうぜひぜひ、ね、えー、何の縛りもなく、ね、旅立ちましょう。 言い訳さん、クエーブルカーといえば地元の南海高野山をすぐ思い出します。やっぱり地元がね、パッと、ね、思い浮かぶと思います。花村さん、よく晴れた夕焼けの空でしたよ、と。<laughs> はい、いいね。朝の、えー、空を見るのも気持ちいいですよね。清々しい気持ちになります。今井さん、えっ、ー、と、天の橋立ケーブルは以前、ま、毎年、毎年乗ってましたが、行けなくなって、 てから数年乗れてないですねと。いうのは何か理由があったんでしょうかはい、何度言ってもいいところだと思います。赤堀さん、東シ議ギの廃線跡はよく歩きます。ああ、そうですね。あの、まあ、すぐにね、あの、まあ、あの、ゆうほどと言ってるいのかなまあ、ハイキング道がありますね。私も一回だけあり、歩いたことがあります。岩家さん、 えっと、和歌山市にも君寺に参拝者用のケーブルカーができたと思います。そうですね。あのお寺とか、そういうところにね、まああの足の不自由な方とかがあの登り降りしやすいようにということでね、まあケーブルカーとか、まあ、スロープカーみたいなのがね、えー、できているところもありますね。まあ営業運転してないところはちょっと <laughs> あの範囲に含めてませんけれども。 まああの、えー、マニアの方はそういうところもねしっかり見つけていかれてるんじゃないでしょうか小西さんイケーブルといえばイコマケーブルですケーブルで日本で唯一の車が通れる踏切とこれも日本で唯一の伏線ケーブルですえっ、ー、とあと途中の霞ヶ丘ですか、まあ、近鉄で一番乗降客の少ない駅です霞ヶ丘っていうのはあの三条線の方ですかね まあなんでこんなところに駅あるんかなみたいなところにはね、駅があったりしますよね。はい。えー、そうですね。伏線というのもね、あの、えっ、ー、と、まあ、下部といいますか、あの、下の方のケーブルカーはね、まあ、あの通勤路線のね、役割も担ったりします。ってるんで、なかなか面白い、異色なケーブルカーだと思います。伊藤さん、ケーブルカーとロープウェイの違いは何か定義があるのでしょうかと。 えっと、作動と工作線の違いですかね。<laughs> 一応、鉄道法と言いますか、軌道法で、えっ、ー、と、分類が分かれてたと思います。まあ一応、乗り鉄はそこをよりどころにしてですね、ケーブルカーは含めるけれども、ロープウェイは対象外にすると。まあ、ロープウェイとかリフトですね。まあそういった類ですね。作動については、えー、対象外にしております。だから法律です。法律の分類です。 えっと、坂本さんどうもおはようございます。シーマさんもいつもありがとうございます。おはようございます。はい、今朝もたくさんコメントありがとうございます。うん、ケーブルカーもね、まあ、あ地元にあるとか、以前ね、乗ったことがあるとかいうので思い出があったりしますね。妙見の森も最後にバーベキューに行ったということでね、私も記憶に刻まれました。 ただ乗りに行っただけだったらそこまでね。まあまあ、妙見さんのお寺もありますが、うん、まあ、ケーブルに乗って、ね、先でバーベキューをしたというのは、まあ、強烈に印象に残りましたね。はい。えー、まあ、またね、えー、これからも何か、ただ乗るだけじゃなくって、記憶に残るようなね、イベントもやっていけたらなと思っております。 はい、えー。今日はここまでにいたします。えー、今日は木曜ですね。まあ、明日まで一週間頑張りましょう。それでは皆様、今日も良い一日を。さよなら。